どうも、白石秀則です。今日はザ・ファースト二次審査、ビーファーストをたどる旅、島尾聡太くん、ダンス、JP The Way、ネオギャップワップですかね。島尾聡太くんのダンスパフォーマンス見ていきたいと思います。もちろん、聡ちゃんはダンスでございます。さあ、早速見ていきましょう。すげえなんかキレッキレだったもん、覚えてるけどな。せーの、ポチリ。うわ、こう見るとソウちゃんも変わったね。すごなんか雰囲気がもっとちょっと侍だね。今もうちょっと柔和になってるけど、めっちゃ侍。戦ってる。ほんで、やっぱり水準が世界水準なんだろうね。僕ダンスあんま詳しくないけど、さっきにも似たなんていうの。侍だ、そうちゃん。なんか思い出した。雑草の時、すっげえなんかこう、侍感があったの思い出した。顔もね、戦いに来てる。懐かしいし、かっこいいよね。なんか本当に作品を見ている感じがします。もう一回見たい。服もね、独特だったよね。ベルトもすげえな。あんま動いてないのよ。縦と。ここでようやく前に動く。すごい。何回も見れるわ。もう一回だけ見ていい？何回でも見れるわ。いろんなこと、いろんななんか、なんていうの？見せ方もなんかもう、玄人じゃない？これ。すごい。手先もだ。顔もだし、いやー、侍かっこいい。あー、かっこいい。おかわりしまくりたいということは、すごいダンスだってことでしょうね。いや、ソーチン、素晴らしい世界水準、最初から持ってますが、やはり雰囲気がね、すごい変わっていってるんだなぁと。あの頃のこう、さっきだった侍感情、多分ここに秘めて、ちょっとエンターテインメント、もっとこう、柔和な部分のソータが出て今来てる
し、歌もね素晴らしいものになっているし、でもなんかこういう昔のね、あのザストのこうオーディションを受けてる時の初期衝動のソータを見るとなんかこう熱くなりますね。はい、今日はザ・ファースト二次審査志望ソータ、ジビザ・ウェイビー、ニオキャップは読み方になってるかわかりませんが、リアクションしていきました。白石ひろゆきでした。チャンネル登録、高評価の方お願いします。ブイッ。